はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。今日はですね、33年間も長い間人を頼ることができない子がいました。人を頼ることは許されない、何でも自分でやらなあかんねやという考え思考を持っていたとある男性の話です。彼は僕のように大病を患いました。病気になった頃もちょうど僕と同じ頃でした。病気が共通でね、インターネットで知り合いになりました。ネット上でしかお話ししたことがないのでですね、実際に会ったことも電話したこともありません。メールのやり取りで病気以外でも、何か通じることがあったんで、許可をもらってね、これからお話しします。彼は小学校1年生の頃にですね、地域の少年野球チームに入団するかしないかの、1日体験入部に参加しました。保護者の当番のお話もあるので、お母さんも一緒に行きました。その球団での教えというのはですね、自分のことは自分ででした。自分のバットやグローブやスパイクですね、の整理整頓といいますか、準備やね、ユニフォームの乱れなど、いちいち注意されなくても自分で整理管理するんですよっていうことでした。スポーツに関せず、自立を学ぶことだと考えれば当然のことながら、いわゆる普通の話です。人がね、成長していく過程の中で育まれていく心のことだと思います。1日体験入部をね、終えて帰ってきて、結果的には入団しなかったんですけどね、彼はね。そして帰ってきたその日から、なぜかお母さんの様子が少し変わったらしいんです。いつものように、その彼はですね、お母さんタオルどこ？水着飲みたいからそこのコップ取って。そしたらお母さんが少し強い口調で、自分のことは自分でやりなさいと言ったんです。彼は思いました。え？いつも取ってくれるのに、なんで今日は取ってくれないの？次の日も彼はお母さんにお願いをしました。これなんて読むの？するとお母さんはこう言いました。自分のことは自分でやりなさい。辞書で調べなさい。小学校1年生の彼にとってはね、随分突き放された気持ちになったようです。普段の会話では普通なんですけど、お願い事をするときばっかりは、お母さんの顔が怖くなったらしいです。その時から彼は、僕は人にお願いをしたらいけないんだ。何でも自分でやらなくちゃいけないんだ、と33年間思い込んでしまってたようです。小学校、中学校、高校、大学を卒業して、その都度成長していくにつれてね、自分のことは何でもできるようになるんですけども、就職した時にですね、やはり壁にぶち当たってしまいました。任せられた仕事に対してですね、俺がやらなきゃ。人に頼ってたらその人に迷惑がかかる。わからないままことを進めていって、案の定上司に怒られるというパターンの繰り返しでした。お前はなんでいつもミスばっかり。誰に教えてもらったんだ。もういい。しまいには会社のお払い箱です。雑用しかさせてもらえずに、とうとうやりがいをなくしてしまった彼は、勤めてた会社を辞めて別の会社へ就職しました。そこで転機が訪れたんですけどね。営業の仕事を始めた彼は、先輩と外回りで車の助手席に乗って、得意先へ同行した日の帰り道で先輩からね、事務所に帰る時間までまだ時間あるから、気晴らしにどっか寄ってくか、昔の話とか聞かせてよ。あ、今日用事があって。え、何何？実は妹を迎えに行かなきゃいけないんですよ。
それ早く言えよ、朝に言ってよ。得意先からもっと早く帰ってこれたし、事務所帰って事務作業終わったらすぐに迎えに行けたじゃんか。でもプライベートなことなので会社に迷惑かかるし。違うよ、それは言っていいんだよ。そういうのを頭に入れてスケジュールを組んで行動してもいいんだよ。しかも俺の同行してるんだから、待ってる妹がかわいそうじゃん。あのな、何でも自分でできることとできないことがあるんだよ。誰かを頼っていいんだよ。彼は車の助手席でワンワン泣きました。今まで人を頼って生きてちゃいけないと思ってたんです。その気持ちが大きくなっていて、自分をよく見せようと考えて、人に迷惑かけちゃいけないと思ってたんです。彼はそれをメールで僕にお話ししてくれました。その時はお互い入院中でした。入院中は誰かしらに頼らなきゃいけません。看護師さんや看護助手さんや先生に、何かあったらいつも頼ってくださいねと言われた一言で思い出した話だったようです。まあ、それから彼は病気になりましたけども、先輩に出会ってから病気するまでの間で少しずつ人に頼るようになりました。少しずつ人に何でも話すようになれたようです。小学校1年生の彼にお母さんが言った、自分のことは自分でが引き金だったんでしょうね。まあ、お母さんはそんなつもりなかったんでしょうけど、まあ、これも先日お話しした伝え方と受け取り方ですよね。まあ、僕には子供がいてますので、彼の話を聞いてから助けてって言うんやで、お父さんも病気で助けてもらったんよと毎日話してます。だから皆さんもね、誰かに頼っていいんです。助けてって言ったら助けてくれますね。これもね、前も言いましたけども、助けてもらったらその次は助けてあげましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。